さあ、順位は焦ったがちょっと潰れた。そしてここは58番の高橋が行ったんですが、ちょっと接触があります。ありがとうございます。寄ってった58番の高橋は右のセンターバック。さてチョンテセ監督はアザスを入れてですね、システム変えますね。ウイングでツーシャドウという声が聞こえました。タカワントップ、タカから追います。で後ろはアザッスがどうやら右センターバック。そのアザッスが出てった背中をついてきた。島崎アウトにかけてのクロスボール。69番の津島が画面に見切れてますが、木村と津島がどうやらツートップです。さあキュッと蹴ります。これ競ったのが津島。94番菊池のチャレンジ。タカポストヘディング拓也、アザスカット、前に拓也が出てくる。ここでロストした後また鋭く守備。あっという間に3人で富士大学の最終ラインにプレッシャーをかけます。アザスが左センターバックのはずです。さあ富士大学の梅ちゃん積極的。そして高ポスト、ケイドを探す。落ち着かせます。おっとずれて木村いきます。スルーパス、これは深夜のナイスカバーです。おっと富士大学も狙っていた。島崎行く、島崎行く、さあスライディングアザッサー。カウンター合戦になりましたが、もうまさにアザッスナイスカバーです。この島抜きもカウンターいい狙いを見せました。もうちょっとあります。今主審は時計を確認しました。佐藤も立てます。拓也ポスト、翔ちゃんがキープ。